騒音は雲の一種。最も低いところに浮かび、灰色、または白色で、騒状あるいは霧状の雲のこと。輪郭はぼやけていて、厚みや色は一様であることが多いが、ちぎれて独特の形になる場合もある。霧雲とも呼ばれ、霧をもたらす雲の代表格である。基本運形の一つ。ラテン語学術名ストラタスは、 ラテン語の動詞スターニアの過去分子ストラタスに由来する。略語はストリート。海や川、湖などの暖かい水面上に冷たい空気が、やってきた時、冷たい水面や、放射冷却で冷えた陸上に暖かく湿った空気が、やってきた時、山沿いに湿った空気が上昇して空気が冷やされた時などに発生する。また、雨が上がった直後などに、地上付近や山の山腹、 頂上付近、上空低いところなどに残るちぎれ雲も騒音である。山から立ち上るような雲の場合は、山畑雲と呼ぶこともあるほか、地域的な名称もある。雲海、スイスウーリ州、アルプス山脈国や峡国を一面の霧が折った、時には雲海と呼ばれる騒雲の海原が形成されることがある。発達した積乱雲が低い高度を通過する際には、 雲海の周囲にちぎれたような騒音の断片が付随して現れることがある。霧はほとんどがこの雲によるものである。気象通報などの厳密な定義では、騒音が地上に達すれば霧となり、逆に霧が地面から離れれば騒音となる。降水をもたらすこともあるが、霧雨や霧雪に分類されるような粒の細かい降水であることが多い。冬の風が穏やかな時、 稀に細ぼうりを降らせることがある。騒雲はまとまりがあって厚いが、角に熱くなることは少ない。そのため、通常は白色で、カタンがやや灰色がかって見える程度である。山の影などに入れば、はっきりとした灰色になることもある。騒雲が厚みを増したり、形をはっきりさせてくると、乱騒雲に変化することもある。なお、極地付近などで、 地表一面が雪面で前天に騒雲が覆っている場合にはホワイトアウトが発生する場合がある。ありがとうございます。